皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワイルナのアスカカマエフです。今日は視聴者の方からいただいたご質問に2回にわたってお答えしようと思います。先日視聴者の方からカホロの時の足が X 脚のように見えますが大丈夫ですかといったご質問をいただきました。で、2回に分けてシリーズで説明させていただく予定ですが、今日は重心移動について説明します。私たちのハラウで奨励している重心移動について説明します。足を膝を境に上と下に分けて考えます。で、膝より下、つまりふくらはぎの部分ですよね。ふくらはぎはなるべく動かさずに2本の棒が立っているような状態でしっかりと立てておきます。それに対して膝より上、つまり太ももの部分ですよね。で、太ももはできるだけ大きく動かすというふうな動かし方をします。言ってみれば太ももの筋肉を使って重心移動をするということです。今から説明をします。ふくらはぎを立てたまま膝を動かさないで太ももだけ動かすという方法になります。まず、膝を折りますね。で、その時しっかり股関節も折って、で、足の裏の内側、ここですよね。そこでしっかり踏みます。で、それで床を押さえる力を使って肩甲骨下のアンダーバスト、ここら辺になります。そこの筋肉をぐっと縮めます。で、これが重心移動になります。後ろから説明します。ここに、肩甲骨、骨があります。そこをつつつと真下に降りたあたりのちょうどアンダーバストら辺、ここの筋肉を伸び縮みさせます。で、体重をかけるイコールここが縮むという感じになります。今からいきますね。左に体重をかけたら左のアンダーバストが縮みます。で、重心移動して右に重心が移ったら右のアンダーバストが縮みます。で、また重心戻して、はい、左に重心がかかるイコール左のアンダーバストが縮みます。今から正しい例をします。正しい例というのは、かかとでグッと踏んだ時にアンダーバストもギュッと縮まるというような例になっています。ではいきますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。今から悪い例をします。悪い例というのは、こう足の裏の内側でしっかりと床を押さえつけているんだけれども、このアンダーバストのところのギュッとこう縮めるのがないというような例になります。ではいきますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。悪い例の2つ目いきますね。で、悪い例の2つ目は、膝を動かしているのでふくらはぎが棒のように立ったままではなくって、ふくらはぎも左右に揺れているというような例になります。ではいきますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。正しい例と悪い例を見比べてみましょう。正しい例はアンダーバスト、肩甲骨下の筋肉を伸び縮みさせることで重心移動を優雅に作っています。
で、それに対して悪い例の一つ目の方は、足の裏の内側では踏ん張っているんですが、このアンダーバスト、肩甲骨下のこの筋肉を伸び縮みさせていないので、思うように柔らかい重心移動ができないという状態です。で、悪い例の二つ目は、重心移動を、しようとしているんですけれども、膝が左右に動いています。ですので、見た目にも、ちょっとバサバサしたような印象を受けますし、膝にとっても非常に危険な踊り方になります。今日は重心移動について説明しました。ポイントは肩甲骨下の筋肉を伸び縮みさせることで重心移動するです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。